万国診領の鐘、沖縄県立博物館、美術館にて展示。万国診領の鐘は、1458年に、琉球王国第一直し王党の昭安久夫が、鋳造させた釣り鐘の、現在沖縄における故障。表に刻まれた名文に、琉球の海洋国家としての気概と、仏教の交流が謳われている。かつては、首里城正殿にかけられていたが、現在は、 沖縄県の所有となっている。1978年6月15日に、同省の名称で、国の重要文化財に指定された。万国診療の鐘は、高さ154.9センチメートル、合計93.1センチメートル、重さ721キログラムと、小型のものが多い琉球章の中にあって、王行の作品であり、和章の形式であるが、縦てを四条にとって、 下帯を省略し、駒の爪を大きく出し二段に取るなど得意な点が見られる。制作に関わる情報として、母院6月19日、大工、藤原国吉の名が入り、盆栄研究者の坪井良平や杉山洋は、作者の国前を筑前の足合物子と推定している。15世紀半ばに、琉球国王が制作させた盆栄の中には、 武前や畜前の芋の氏が制作を手掛けた例がいくつか見られ、その背景には、諏王を拠点に北九州を支配していた守護大名の大内氏と琉球の関係があったことが指摘されている。金の表には、臨在州の層で琉球、小国寺の二世十字である、慶院や朱による漢文が刻まれ、琉球国は南海の招致にして三観の州を 正名、大名をもって、保者と、なし、自治域をもって、紳士となす。この二の中間にありて優出する、放来となり、収集をもって、万国の信領となすという一説は、日本と民国との間にあって、海洋貿易国家として栄えた琉球王国の、気概を示すものとされている。これは現在沖縄においてこの文書が、万国信領の金と称されるゆえんである。また後半は、 仏教の交流が歌われ、これは当時内乱が打ち続いていた、小安久王の知性において仏教による沈護国家思想を表したものとされている。1457年に小安久は朝鮮から大蔵経を取り寄せており、仏音に報じるためにこの文章中蔵、混流したとされる。大意は次のようである。中国と日本からもたらされた諸々の文化により、 琉球が繁栄し、世の主が大意を天示され、民生を寛容し大地は青々としている。穂を盛んに使用に報いるため盆章を鋳造し、王殿にかける。王は国政を中国に習って敷き、戦王の教えに習い武芸を奨励する。盆章の音は、三階の主張を救い、世の主の王位と長寿を祝う。以下四ことが続く。全文は以下の通り。 琉球国者南海、勝地しかも小三冠の衆も、大民ため保者も、自治域ため唇資材この二中間誘出の、宝来島なり収州ため万国行き診療遺産、司法十万十方節地霊人物沿線は夏の、人風壊れを春年主公院喜び性、小安久ここ受けたまわり宝くらい、お皇帝育創生を厚じため交流散歩法報報報新中巨も、 治本州中山国王殿前掛け機の定権賞をう三代の、後文武百王の前、下積み三外軍成城宿満祭だからくらい、片敷な命小国十字、谷家康戦争救命名曰く、趣味南半世界、高広島割れ王出現済み区首上雪竜、玉蔵九月角寺ら、反一司会新聞音声拡上や夢ゆか転生、 京風英王に俊美駅名母院6月19日新外大区、藤原国義重賞、国谷院総氏のこの盆章は、近代沖縄において、首里城聖殿に喧嘩されていたとされるが、元々の設置場所については、歴史学者の間でも議論がある。1457年に、正安久王が和光に拉致された朝鮮人民の総監と引き換えに、朝鮮から取り寄せた。 大蔵教大典と、この鋳造させた梵鐘は、王の仏教鎮護国家思想において、根幹をなす国宝であり、梵鐘の名文も、そのことを高らかに歌っているのである。元々の梵鐘が献花され、大典が奉納されていた場所は、戦術の慶緯や慈が、梵鐘にダメした当時に住職を務めていた、小国寺かあるいは小安久王自身が、 仏教に深く帰依していたために住居である首里城正殿かいずれかにあったとする二説に分かれている。現在沖縄ではこの文章の名文の前半部分日本と民国との間にあって海洋貿易国家として栄えた琉球王国の気概を示す万国信領の金として琉球新報に取り上げられている稲見根慶一知事背景の屏風に バンコク診療の金名分2000年に開催された第26回主要国首脳会議の会場に設定された名護市のバンコク診療館の名称はこの盆栄の名称から由来している。沖縄県庁舎の第一知事応接室には千原南流がこの名分を記号した屏風が置かれており、知事の記者会見の折などにテレビ等メディアに移される機会が多い。大長雄ー前、 沖縄県知事は2016年6月23日の異例の日の式典の挨拶にてこの名文を引用し、沖縄がアジア、太平洋地域と日本の架け橋になることを訴えた。所蔵者の沖縄県立博物館、美術館では据え置いた形で展示されているが、来館者からの実際の音を聞いてみたいという意見を受け、X 戦闘によって、 金の状態を調査した上で2016年11月にち打てを収録し、2017年2月から開館時間内の毎時0分30分に館内で放送している。ありがとうございます。